はい、えー、今回はねまた最近私の動画で増えてきた介護の話題でございます、えー、というのがね昨年だったかな今年からだったかなまあ昨今ですけども、えー、訪問介護の報酬が減額されるということなんですよで訪問介護ってのは何かっていうと、まあ、個人のお宅に出向いていって一人一人の、まあ、利用者さんというんですけどね、まあ、患者さんって言い方はしないんですけども 利用者さんに必要な外出支援ですとか、家事援助などのサービスを行うことです。つまり、生活に必要なことをお手伝いする仕事。まあ、それが、あ、訪問介護のヘルパーの仕事ってことになります。で、この報酬が引き下げられるとどういうことになるかっていうとですね、え、事業者の収入が減ります。ひどい時に赤字になっちゃいます。で、スタッフさん、つまりヘルパーさんの給料も下がります。 まあ物価高や、ね、そのほか、あお金がね、私たち、どん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 税金とかの関係で支払いが増えてるわけですよ。だから賃金も上昇していかないといけないときに、訪問介護のヘルパーやってる人っていうのは賃金が減るわけですから、ものすごくね、この物価高に逆行するわけなんですよね。まあ、そうなると、訪問介護の仕事じゃやっていけないからやめようかってことになっちゃううとととめるるることになるとどうなどかっていうと。 利用者さんはサービスを受けたいのに今回の報酬引き下げによってサービスを打ち切られるそういった利用者さんも出てくるわけですよねでこういったところに巨大信法を持った大手などが入ってくればいいんですけども大手がなぜ利益を確保できているかっていうとやっぱりね人口密集地とか住宅地のど真ん中にどーんと事務所を置いて近隣の 住民のサービスを一点に引き受けてるから、つまり訪問先の効率がいいんですよね。で、私がね、訪問介護の仕事をしたとき、まあ私が当初いたのはすごくね、規模の小さいとこでしたから、例えばね、30分のサービスを実施するのに、片道1時間みたいなの結構あったんですよ。で、当然それ合わないですよね。私みたいなヘルパーにしても、 一時間で行って30分とか一時間のサービスをやって一時間で帰ってくる。つまり、三時間消耗するのに、時給が例えば1200円とかね。時給自体はいいように見えますけども、三時間で1200円ですから。で、往復のガソリン代は自分持ちってことになりますね。まあそうなるととってもやっていけないなってことになります。本当に上手にやろうとすると、そこに外出支援などをね、組み合わせて、例えば、行きってのに、 利用者さんがん外出支援で同乗すると、優勝運送が入るとで、行った先で仕事をして、優勝運送でまた、利用者さんと共に帰ってくるみたいなことがあればいいんですけども、まあ、そういったのがね、都合よく落ちてるわけがありませんから、まあ、そうなってくると、完全に事業所とか、それからヘルパーの持ち出しが増えていって、成り立ちませんってことになるんですよね。いわゆるヘルパーさんの産経問題です。 いいととやるこが多いのに、手取りが少ないまあそれはねこういった仕組みになるんですよだから大手は多分同じようには思ってないと思うんですよ、うん、3K ではないっていうふうに言うと思いますね相当小規模でも上手に仕事を組んでくれるところは産経ではないっていう状態が作れますけどもそれもねいつまでも続きませんから基本的に利用者さんとの付き合いっていうのはうんそんな長いことにはならないんですよね やっぱり入院があったりお亡くなりになったりっていうところがいつも隣り合わせにいるからなんですよね。はい、でこれから介護の報酬がこうやってね引き下げられていくことそれからの大手にとってはまたね有利な条件が整っていくことで本当に必要なのは地域に密着した小規模事業者さんでね遠方でも効率が悪くても細かく回ってくれる、まあ、そんなところじゃないかなと思うんですよ。 でなければ、介護難民と言われるサービスを受けたいのにサービスを提供してくれる事業者が私の町にはおりませんってことになっちゃうわけですよね。で、大手は遠方との契約を基本的に組みませんので置き去りになっていく、まあそんなね、介護難民がこれからも出てくるんじゃないかなと思います。はい、それでは今回ちょっとね、以上でございます。